韓国のムンジエイン大統領は99周年となる3.1節に合わせて1日、慰安婦問題と関連し、加害者である日本政府が終わったことと言ってはならないと批判した。ムン大統領はこの日、ソウル西大門区に位置する西大門刑務所歴史館で開かれた記念式に出席。この席で、我々は、 間違った歴史を私たちの力でまっすぐにしなければならないとし、このように述べた。また、戦争中に起こった反人類的な人権犯罪行為は、終わったという言葉で片付けられないとしながら、不幸な歴史であるほど、その歴史を記憶し、その歴史から学ぶことだけが真の解決であると指摘した。